白川郷では視界が真っ白になるほどの雪が降って観光客にも影響が出ています。除雪車出動していますね。かなりの雪の量です。大粒の雪が激しく降り続く中、手探りで除雪を行う人。強い雪と風が打ち当ててきています。目も開けることも難しいほどの強さです。全国各地を襲う今シーズン最強寒波。この先一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。雪が強まってきた新潟県長岡市。外に出てきてから10分ほどしか経ってないんですが、次から次へと雪が降ってきて、もう雪で覆われてしまいました。次第に雪の粒は大きくなり、勢いを増したことで先が見通せない状況に。ドライバーによると、対向車線で事故が起き、
車を避けようとした際に滑ったという。幸い怪我人はなく、懸命の復旧作業が行われた。重機2台を使った大掛かりな救出作業です。今無事重機が道路に戻されました。午後11時頃になって強い雪と風が打ち当ててきています。でも開けることも難しいほどの強さです。夜になってさらに雪が強まってきた新潟県上越市。市内では今朝までに30センチを超える積雪を観測。午前中から雪が降り続いたことで、市内では車のトラブルが相次ぎ、 JAF ロードサービス隊には朝から救援要請が。この辺だと思うんですけども、ちょっと電話したんですけど、お客様には電話つながらなくてですね。どんな状態だったんですか？ちょっと道路走行中に川みたいなものが落ちたということで来たんですけど、ちょっとお車が見当たらないんですね。走行中に雪でスリップした車の運転手からの救援要請。しかし車は見つからず、運転手にも連絡がつかない。ロードサービス隊が道の奥を捜索していた。トラックを路肩に止め走り出す隊員。向かった先には道路下の沢に落下した白い軽自動車が。車内を確認するが、電話が繋がらない。中には人はいなかったんですね。そうですね、中には人はいなかったんですけども。しんしんと雪が降り続く中、軽自動車の運転手と連絡がつかず途方に暮れる隊員。すると、何度も電話つけて申し訳ありません。ちょっと車は見させていただいたんですけども、はい、クリーンとかそういう感じで作業させていただいて、はい、軽自動車を運転していた女性の父親が現場に。運転してたのは、そうですか、はい、雪で滑ってそのまま落ちちゃった調子じゃなくて怪我もなくて、はい。幸い運転していた女性に怪我はないという。 JAF のトラックでは対応できないため、後日落ちた車をクレーンで吊り上げることに。今日の雪はかなり湿った雪でしたので、例えば宙のつくハンドル操作ですとか急加速などしてしまうと簡単にコントロールを失ってしまう場合がありますので、気をつけていただければと思います。市内の国道では大規模な立ち往生も発生、周辺の物流にも影響を及ぼした。これは去年の市内のスーパーの写真。商品が届かず陳列棚は空っぽに。この状態が 2,3 日続いたという。物流センターの方でトラックをですね、多めに手配しまして、あと運ぶものがないといけないので、事前に在庫型の商品につきましては在庫をですね、多めに手配いたしました。店舗では去年の教訓を生かし在庫を増やして対応することに。客もこれからの雪に備え買い物をする姿が。積雪を記録した北海道留萌市。
3時以降は吹雪でホワイトアウト状態だったが、雪が落ち着いていた午前中、住民は雪の片付けに追われていた。目の上で雪下ろしをしている方がいます。昨日ようやく屋根の雪下ろしができたという男性は、今年はスペインに行ってきたんでね。ああ、そうですね。ちょっと大変ですね。こちらの女性も雪かきに追われていた。